さあ、見てまいりましょう。真の動揺と改革でございます。はい、前回の話はアヘン戦争、アロー戦争およびその締結条約による列強の進出を中心と、を中心に話させていただきましたが、今回は、内部のお話です。1851年から1864年、とある乱が起きましたよね、ハッパさん。はい、ということで、そうですね、内乱からスタートしていきます。太平天国の乱です。はい、アヘン戦争の敗北は中国に大きなダメージを与えますね。銀価格の高騰、そもそもの、アヘン貿易における銀の流出もあるし、そこにさらに賠償金の支払いが、加算され、農民の税負担は増大します。何も難しくない。税金は銀の価格が上がったといって下げるわけにはいかないから、必然的に、ね、生活が苦しくなるんだよね。いわば何の難しくないね。我々が最近、ね、実際そんなに増税しているわけではないのに増税クソメガネとか言われてしまう人の意図もわかりますよね。単純に物価が上がってしまっているからっていうところです。はい、まあまあ間接的にはいろいろ増税に近いものはあるんですけれども、はい、外国製品の流入による農民の副業圧迫ですね。基本的に関税の自主権ないですから。ありましたよね、前回の話ね。はい、その後の顧問債追加条約等で関税自主権はないんだわ。なのでいかに、まあ、前回の説明ではね、それでもやっぱり中国は中国の生産品っていうものを、意識するよとは言ってはいたんだけれども、やっぱり安い外国製は入ってきます、うん、やっぱり安いものに単純に食いつく人はいます。で、農民の副業は逆に、価値の高い、そして値段のかかる国産よりも安い海外製を選ぶ。しかも品質はむしろ当時は、海外産の方がいいから、単純に量を作って品質のいい服、ね、いわゆる外国製品が売れる。うん、まさに麺とかでイメージしていいです。麺とか日用品とかね、ちょっとずつ入ってくる。なんかね、石鹸とかで、そんな感じのやつが入ってくる時期です。日用品が入ってくる時期です。で、民衆の生活がどんどん増え、清朝に対する不満が増える中、太平天国軍が攻めるわけでございます。こちらに、写真の方載せてありますけれども、太平天国指揮した人物の名前がですね、長代さん、単純に指揮した意味、公衆伝です。なんかもう微妙な角度から来たのにびっくりしました。公衆伝、公衆伝、大天国公衆伝ね。公衆伝、私立とかでたまに出るのがここです。南部地域の移住民で、先住民から差別を受けていた、ちょっと特殊な環境で生活している人たちです。はい、これはね、福建泥棒が有名なんですけれども、これ林さん何だか覚えてる？こいつらのこと、はい、と書いてハッカね。ハッカ、ハッカ、南部地域のちょっと、特殊な生活してる人たちです。ハッカ、福建泥棒はあまりにも有名なので見せておくね。外観はあんな感じで、福建泥棒皆さん特殊な集団生活を送っている人たちです。はい、ドロー。まさに世界観がドラゴンボールね。福建ドロー、こんな感じで、中はこんな感じよ。だからコミュニティ自分らで作って、で、お金とかに対する独特の哲学があるんだわ。で、割と、有名人出してます。もう一人有名なのは孫文だね。孫文も発火です。これは押さえなくていいですよ。この後出てきますからね。孫文も発火出身です、ね、共同体作ってその中で独自の哲学を学んでる人たちです。はい、公衆伝ですが、科挙になれば人生逆転。はい、残念、何度も失敗です。はい、失敗の参加、キリスト教に帰依で、宗教結社を自分で作ることになりました。はい、その旧称、宗教結社の、名前が、はい、橋本君、レイディー、そうじゃないです。廃城、廃城帝会もしくは城帝会です。廃城帝会もしくは城帝会。資料集200何ページだっけ？240
なんだか会場展開組織、256ページの平井の表の中にありますね。1843年甲州戦排除展開、組織ということで、自らがヤハウェの子でありかつイエスの弟、肩書き全部持ってた感じです。最強ですね。ユダヤからキリストまで何もかも網羅した。俺ってすごくねっつって布教活動を実施する。1851年太平天国という理想国家の樹立を目指して厚生省の金殿村で挙兵でございます。はい、さあスローガン絶対押さえといてくださいね。はい、スローガンですけど、木村くん、そうですね、滅マンコーカン、まあ、これはもう定番になりすぎたから、まあ、皆さん逆に絶対大丈夫だと思いますけれども、はい、ここでのスローガンっていうのは満州っていうものに対する敵視、満州滅亡させるで滅マンです。逆に彼らは漢民族勃興させるで滅マン交換ね、うん、滅マン交換、この後義和団出てくるよね。これも基本ですけど必ず。義和団のスローガンは、八田さん。そうですね。義和団は不信滅強だからね。まあ、この体験はもうなんかもう昔から、もうベタすぎる問題でよく出ますけれども、時代の流れを理解しておけば大丈夫だと思います。この後、中国が列強に支配される中、西洋を召して秦を再興させようというので、義和団は不信滅強。この対比は絶対に抑えてね、当時は逆に満州に対する、敵視と、そして漢民族の勃興ですね、その効果。よろしくお願いいたします。ね、この太平天国なんですけれども、実際実施はされなかったんですけれども、共産主義的な共同体の建設を目指した動きをします。その制度っていうのが、はい、南昌さん、なんて言うでしょう。そう、天朝伝保制度と言います。実施まではいかなかったけどね、天朝伝保制度。天朝伝保制です。はい、ちなみに先にこの後の展開言いますが、南京占領しますよ。都を一個占領するわけですからね。まあ、当時都ではないですけど、旧都を占領しますからね。で、その後、天朝伝保制作って実施していこうって、まあ、うまくはいかなかったんだけどね。16歳の男女に一律平等に土地を私有。私有は認めない。はい。支給して私有は認めない。農業を中心とする。実施はされなかったけれども、太平天国はこのような共産主義的な発想で国を作ろうとした。男女の平等。これ面白いね、男女の平等。アヘンの禁止、租税の軽減などです。なんと女性に対する科挙っていうのを実施しようとしたぐらいです。革命は したいですね。下層民からの支持は絶大。はい。ね。で、先にも言いましたけれども、太平天国の考えに、共鳴する人たちも乱に参加して、どん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 一大勢力となった。姉妹には1853年なんと南京を占領します。南京を占領して都の名前変えちゃいます。はい、都の名前を、はいはい、さん天慶にしちゃいます。すごい時代だよね。で、天慶と改称して大東国の首都に設定した。甲州戦自体は、自らを天皇と名乗って太平天国の元首となります。はい、いろいろ難を置きますね。はい、ね、なぜここをまた相変わらず空襲にしてるかは私も謎なんですけれども、この頃各地でいろんな難が起きていて、一つに、年貢の反乱というのもありますので、なぜ空襲にしたかわからないんですけれども、スーパー二次レベルなんですけれども、しかも私立二次レベルなんですけど、年貢の反乱というのも起きてます。ちなみにはい、ね、年貢の反乱というのがあります。ちなみにこれ年貢の写真です。この、なんていうの、刀
こいいポーズしたらこうなったんだよね。そうだね、義乳特選隊みたいだね。義乳特選隊が分かる世代かどうか知らないけど、分かんないか。ドラゴンボールの決めポーズがあるんですよ、5人義乳特選隊です、ね、かっこいいね。この頃から人間変わんないよね、こうポーズを決めて撮っちゃう。ミラから言うとジョジョ立ちの方が分かりやすいかもしれないですけど、まあ、そんな時代なんです。いつも変わりません、時代っていうのは。はい、で太平天国なんですけれども、結局その反乱も、鎮圧に向かうわけですよね。なかなか難しいね、国づくりっていうのは、やっぱり指導者の腐敗もあったし、はい、極端な政策は民衆の支持っていうのをやっぱ受けはしなかったね。で仮想民兵は基本的に民度も低いので、わけわからん殺戮とかしちゃうから、一般民主 は、反発した。そんな中最終的に、はい、正規軍はもう機能しないよ。八旗玉英は機能してないことは大丈夫だったね。白蓮教徒の乱で分かってるよね。八旗玉英は機能しない。だから、はい、義勇軍が戦う。でこの頃八旗玉英の代わりに257ページに記載されていますが、活躍した義勇軍というのが、はい、橋本軍、太平でも乗っとら八旗玉英の無力化、そう、共有です。共有、地方の肝心官僚らが組織した義勇軍、新軍の主力化と、なっているわけでございます。で、この共有なんですけれども、一部覚えておく必要はありますよ。はいね、あの祖軍まではいいんですけれども、地味にかつてねセンターでも出てるんで、はい、先にねどっちで聞こうかな。じゃあもう名前言ってしまうね。はい、一つに将軍っていうのがあります。将軍、湘北高校の将軍です。将軍ですけれども、将軍を指揮した、はい、ね、軍人さん、お名前覚えておいてほしいです。将軍を指揮したのが、はい、木村君、総北藩です。あ、その文字が火でした、ね、ごめんなさい、目になってました。総北藩です。大変ですけど頑張って覚えてくださいね。総北藩で、毎軍、強いですよね。毎軍を指揮したのが、八田さん。李光洲。そう、李光洲、後からも出てきます。李光洲、押さえておいてくださいね、しっかり。その辺も兼ねて言ってますんで、ん？李光洲はどこで出てくるんですかっつったら、李光洲はこの後、いわゆる、洋務運動にも出てくるし、なんなら日清戦争の後の下関条約の時の前件はもう李光洲が引いて、交渉に臨みます。それはしっかり押さえてほしいですよ。李光洲です。はいですね。まあ祖軍は佐相党というのが仕切ってますが、まあここまではいいでしょう。はい、このような形押さえておいてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、で共有だけじゃいよいよ抑えられなかったんですよ。実は共有だけじゃ抑えられなかったので、この後実は列強の介入があります。ただ当初はね、列強は様子見ですよ。そんなもんいきなり介入しないですよね。そもそも彼らがやり始めたいのは反植民地化なので、実際に領土を取るところまでやりたくないんで、あんまりこう目立った干渉はしたくないです。当然ね、権利関係で取っていくんですけど、まあ様子見だったんですよ。ところがなんとこの太平天国が南京取ったじゃん。そっからね、沿岸部の上海に向かったんだわ。はい、上海に来られると欧米諸国は困ります。なぜ、今まで前回の流れから長代さん、港を、はい、開港ましたね。え、うん、南京条約でしたね。まあまあそれはそれでいいですよ。のみならず上海は、まあもちろんいろんな地域あったんですけど、最も栄えた何だったっけ、ハルスさん。疎開。そう、疎開だからです。上海はもちろん港の開港もそうなんだけど、上海疎開なんで、
まあやったよね、上海版の話。上海は列強による資金投入、資本投下が最も進んだ地域ってことは押さえておいてね。で、上海来られて嫌なんです。これは後の上海クーデターの話にもつながってるんで、まあ一応、279飛んどきますけれども、最終的にこうなるからね、まあ、今もその名残は当然ありますけども、建物と同じようなのもありますけど、はい、これは香港上海銀行というんですけども、上海と天津は白人たちの街であるって言われるぐらいだからね、警察権、行政権を列強が握ってるので、もう行政権そのものを列強が握ってますから、ここは攻められたくないねというか、自分たちがある程度資本投下しているのでボロボロにはされたくない、支配されたくない。なのでいよいよ上海に迫ってきたというふうな、ニュースが入ってくると、あ、これはもうちょっと慎重支援していただけるのが何とかスタートになります。はい、列強は軍隊を導入します。はい、欧米列強の義勇軍のことを独自の名前がついているよ。250なんの上ですね。橋本君なんだっけ、上昇軍、そう、常に勝つやつなんです、上昇軍。上昇軍、2人、まずウォードで、このウォード亡きあと、仕切っていったのが、木村君、ゴードン。そう、ゴードン。ゴードンすごいからね、ゴリゴリの将軍です。ゴードンはクリミア戦争で取るし、アロー戦争まで取るし、なんならマフリーの乱にも参加してるわ、鎮圧に。頭の中混乱しない？大丈夫？マフリーの乱あったね、地域どこやったっけ、博多さん。マフリーの乱、そもそも国思い浮かぶ、国というか何大陸か思い浮かべます？アフリカ大陸です。マフリー派の犯行、スーダン・マフリーや、ご注意乗っとったやろ、スーダン・マフリー、スーダン・マフリー、我ながらなかなか覚えやすい頃ですから、スーダン・マフリーっていうのがありますから、はい、ね、結構長く続きましたよ、うん、民族主義による犯行で20年弱に及んで進んでます。まあ、スーダンっていうのはやっぱりこのフランスの介入もあったから、まあとにかくね、土着民族からしたらかなりいい迷惑だったんでしょうね。うん、犯行ありますから押さえておいてください。よろしくお願いいたします。はい、ここまでですけれども、で、まあ最終的に太平天国撃破されます。あ、ちなみに甲州戦ですけれども、ゴードンが兵糧攻め使ったんで、兵糧攻めってわかるよね、もう取り囲んで武士何も早がようにするってやつ、最後飢えて死んじゃいます。はい、なので最後甲州戦は腹減って雑草食いすぎて下痢になって死んだと言われてます。気をつけましょう、お腹減っても雑草を食べないでください、消化できませんので。はい、ね、牛さんに胃が5個6個あるのはそいつを消化するためです。何回もろ過するためだからね、気をつけてねっていうようなところです。はい、で、太平天国の乱のいい影響ですけど、教諭を率いて反乱鎮圧に活躍した勧進官僚の政治的地位が向上します。ここからつまり私が言いたいのは、祖国藩とか李鴻章とかが出世するんだわ。うん、長い流れで言えば軍閥の流れまで少し入ってるんで、この辺りは押さえておくといいです。はい、で、次です。彼らの発言権が上がっていきます、勧進官僚たちが。もともと満漢偶数体制敷いてるから、官人っていうのも一定の役人は権限がありますから、そんな彼らが言うわけです。いや、ちょっと近代化した方がいいんじゃないですか、すかすかって。まあ戦いを経てね、そらね、アヘン戦争もアロー戦争も何やってもボロ負けですから。はい、ということで始まったのが洋務運動でございます。洋務運動、西洋化、まあ上辺だけのなんですけどもね、少し見ていきましょうか。洋務運動です。まず洋務運動の時の工程覚えないといけないですよね。洋務運動の時の工程は何章3、
そう、同地底です。ここから新王朝最後の3人の皇帝に入っていきます。同地底、高所底、戦闘底、不義。大丈夫ですか？同地底、高所底、戦闘底、不義です。はい。で、この同地底なんですけれども、ちなみに言っておくとこういう関係性ですわ。まあ大して覚えなくていいけれども、漢方帝っていうのがいて、漢方帝の奥さんが正太后ね。また漢方帝の奥さんが正太后、ここに正太后がいます。ピッ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 ってね、70歳過ぎてまで20代の肌を保った人物、正太后というところです。お肌ピカピカ正太后です。なら、この漢方帝と正太后の息子が同地帝で、兄弟筋いるんですけれども、そっちから出さず、いとこ関係で、その後だから別に狭心王とか書かないですけれども、いとこ関係で進んでいって、その後高所帝、戦闘帝となってます。別にあんま気にしなくていいですけれども、家系図書くとこんな感じです。高所帝がいて、最後戦闘帝組になっていくわ。うん、ということは先生、割とこいつ早死にですか？そうです、19歳でお亡くなりになられました。今後みんなでお葬式ですってなところね。19歳で死んでます。はい、うん、結構こいつも速度早いですよ。367年から375年なんで、こいつもなんかもうこんな頃にこうって、もうバクってんだよね。だから別に皇帝は形だけでいい。だから実験主はつまり生態、で、太平天国の乱で活躍した総国藩李光洙、佐宗等らの権限が上がってます。で、彼らがまず海外からの武器入れないと。で、明らかに船の戦争強かったですと。もう僕らのジャンク船じゃかないません、小船じゃかないません。製鉄、機械、鉱山、運輸、あらゆる産業を育成しないといけません。はい、さらには奴らの国民軍見ました、僕らも陸海軍学校を作ろう、外国語学校も作ろう、留学生を派遣しよう。まあまさに近代化。私この写真すっごい好きです。このね、外国人の先生がいて、もういよいよ写真ですからね。弁髪の野郎どもが英語を勉強している。っていうことです。ちょっと綴りまでは見えないですけれども。はい。まあでもそういうことやからね、学問。学問ってそういうことです。うん、なんかたまに YouTube とかでも日本のね、動画とかで収まってるのは、いわゆる三島由紀夫とかあの辺とかが英語でスピーチしてたりするのを見ると、すっげえ頭いいなって思います。っていうようなところです。あ、ちなみに70年経って著作権なくなってますんで、1930年代の東京帝国大学の入試問題はみんな見れますからね。結構面白かったですよ、見たことあるんですけど。ワゴンエアとか出題されます。どんなやったかな、クマが出てきたので死んだふりをしたみたいな。マブエーク、東大のマブエーク。でも死んだふりをする、 Pretend to be dead っていうか、もう Pretend to be dead、 死んだふりをした、そうでしょ、 Pretend、 模範解答こうなったと思う、 To be dead、 もうしっくりくるね、死んだふりをした。冷静に考えたら、それ見て思ったら、いつか見てみたらいいんだけど、入試終わったらさ、この頃から変わってねえんだなって思って100年経つけど入試も変わんねえなと思った。うん、Pretend to be dead、 あ、いい表現やなって思いながら、もう結局覚えること一緒なんだなって思いながら、まあでも東大ですけどね。はい、はい、で、結果からすると、まあ当たり前です、西洋の新たな武器は入ってきますから、一時的に軍隊も強くなるし、軍需産業が発達するし、それによって経済もうまくなります。はい、この一時的な安定期のことを林さん何て言うでしたっけ？同地の中高。そう、同地中高でも同地の中高でもかです。同地中高、同地の中高です。はい、ですね。で、ただこの同地中高以上に出るのが、やはりこの洋務運動ってやつの欠陥。それはいわゆる、まあ以下のこのセリフで表されてるんですけれども、彼らは儒学を中心とする伝統的な学問制度などはあくまでも俺たちが世界で一番だ、
ただし武器みたいなものは優れてるから、中国の制度文化を維持したまま西洋から技術のみを導入しよう。でも結局その技術っていうのは使いこなすことが必要で、使いこなすためには近代的な政治社会の進みが必要です。でそれらの発想がなかったため結局効果は乏しかった。いわば政治体制は旧体制のまま、技術面のみが近代化したというふうな言われ方をして、このことを橋本君4文字で何て言うんだったっけ。中体制。そう、中体西洋です。どちらかというと、まあ、この中体西洋の方がよく出るので押さえておいてくださいですね。な話です。どこもそうです。学校現場とかで教壇に立ってますけれども、私が普段お手伝いに行っている学校は電子黒板があるんですよね。電子黒板があって好きな授業何でもできますね。子さんの先生は使う気ないですよね。全部板書、はい板書板書板書つって、こんな感じ。あっても使わなかったら意味がないんだわっていうふうな話なんですね。だから技術だけ導入してもそれが優れたりはしないというようなところです。うん、逆もまたしかりです。この前たまたま教育ウィークだったから、それぞれに支給されてる、今も高校1年生から iPad の支給が必須なんですよね。支給されてるよね。あ、クロームブックかな。 iPad と一緒にクロームブック支給されてるよね。もちろんクロームブック。あ、そうです。ここは早かったもんね、確か。うん、どうでした、授業中テトリスしてませんでした。いやー、なんか結構問題になってます。そう。で、僕も気になってて、でとりあえず昨日学校ウィークだったから、ちらほらほらって、別に僕も見に行く権利あるし、時間あったから、うん、でなんか頑張ってね、もともと木曜日こっちで授業なのに、授業入れさせられて、ああいう毎年腹立ったから、見に行ってて。で、一人の先生が頑張って、授業してるんだ。まずね、通信がね、先生、ログインできませんとか、わからんとか、つながりませんとか出てる、まとまらない。あるんですよね。その2、手元をじーって見ると全然別のことをしている。オセロ、テトリス。でも仕方ないんだよね。だってさっくらでもそうでしょ、問題なく。なんか、うん、ひどかったのはパチンコの動画見てて、うん、もう割と終わってるやつやな前々から有名で、声量とかかなり早く導入したけど、もちろんいい子は大丈夫なんだけど、やっぱりそのクラスとかであんまりこう勉強のやる気がない子はネットサーチ、ゲーム、YouTube でな状態。もう仕方ない。でもこれは別に正直泉田が起きるよね、この現象は。うん、むしろ俺はそっちの側だった気はするから。全然これ学校がどうとかじゃないんだ。10代の子にそんなもん持たせてもらうわけないんだわ。なんかだってポケモン GO が流行ってる時一番盛んにやってたの泉田不足のやつだからね。授業中携帯持って別に許されるからの人。うん、そうって感じだし、一緒やから構造だから、10代の子にそんなにいいもん渡しても多分うまくはいかないで、昨日教育ウィークでその光景を見た瞬間、私は、ね、絶対に、iPad を授業で、あ、 Google Chrome か授業で使う気はなかった。絶対これ使わないと確定ですね。っていうところです。っていうところですよ。まあそういうもんですよね。機械化っていうものとそれについていけるかどうか別です。そこまででかい話しなくても、そもそもね、そもそも塾に来てる子でなんかもう真剣模試の結果見して、あ、携帯で見ることできますって、なんか ID 分かりません、パスワード分かりませんとかいつも聞かされるから、腹が立って仕方ないんでね。なんか難しいよね。メディアリテラシーって10代の若者の方が強いとか言うけど、実際そんなことないです。はい、すいません、モニャモニャ言うてましたが、そしたら後に偏方運動でございます。先に違い言っときます。要するにこれは資料集で言いますと、モニャモニャ言ってましたがごめんなさい、258ページ、はい、しっかり整理しましょう。258ページですね。これです。どう、キーワードをしっかり押さえてほしい。ヨウム運動、偏方運動、公衆浸水。この中ではまあ必ずね、押さえないといけないよ。ヨウム運動、偏方運動、公衆浸水っていうようなところですね。なかなか全員覚えるのは大変ですけれども、まあ、ヨウム運動のところの李光洙とか、李光洙を押さえておくといいかな。で、皇帝の変化を抑える。で、偏方運動から孔侑尉っていうのが出てきますわ。供養学者孔侑尉が出てくるんで、この人はこの人で押さえておくといいですね。
で、ごめんなさい、中の特色で言うと中体西洋を抑えてほしくて、この偏方運動から次、立憲君主制を目指すんです。これ必ず押さえて、立憲君主制を目指す。つまり中国って憲法ないんですよ。憲法がない中国において憲法を作ろうという動きが出てきているね。なんで、はい、憲法を持った日本が強くなってるからですよね。まあ、こういうのも一つの要因です。まあ、もちろん欧米諸国もそうですけど、はい。で、交渉申請からはいよいよ具体的にそれが動いてるイメージです。賭けの廃止等々ですね。で、また指導者とかは違うので、この辺は留意してよろしくお願いいたします。はい、で、ここで一応捉えておきますが、新仏戦争というのが起きてます。フランスのナポレオン3世がインドシナ出兵を開始し、そのまま流れで一気にベトナムまで進軍していくんですよね。先生、資料集のどの辺なんですか？254。ここをしっかり押さえてるかどうか。ドンね。まあ、私こそこんなこと毎年してるんで、こいつがもう頭に入っちゃってるんですけれども、なかなか大変です。はい、ミャンマーまではもうイギリス行ってるよね。大丈夫？ミャンマーまではイギリス行ってるね。で、そのまま流れでマレー半島まで進むんだわ。イギリスはマレー半島を取ってんの。まあ、こっちはちょっと記憶曖昧でもまあ許されます。そんなに、まあ、本当はこう覚えてほしいけど、ボルネオとかこの辺ね、覚えてると嬉しいんですけれども、まあ、まず少なくともミャンマーおよびマレー半島っていうイメージを持つんだわ、ね。で、一方フランスはどうなんですか、先生。なんか色々たくさん使ってるけど、基本この、東南アジアの東側はもうフランスによる進軍だわ。南から北に進んでいくわ。ミョーンって進んでいきます、ね。で、今、このフランスの進軍がカンボジアあたりから始まって、どんどん北上していくんだわ、うん、ね。タイはどうだったっけ。タイの位置づけは、まあ、これはちょっと答えにくいかもしれないね、私が相変わらず言いますけど、タイはこうだったね。これはよく言ってますよね。干渉地帯って言い方は何回かしてると思います。干渉の手話はこうですね。タイは干渉地帯です。大丈夫ですね。イギリスとフランスがぶつかり合うのをあえて避けるために、まあ、タイ自身の選択が近代化を選んでくれたので独立を保ってます。だからタイは今でもラタナ高身長というのは有名ですよね。タイはラタナ高身長のままですよ。前なんか僕から見せましたよね、プニポンの息子ワチラロンコンが今頑張ってます。背中中にタトゥー入れた方が頑張ってますから。頑張ってないですけど、あいつは、はい、ね、っていうようなところです。またアジア編で話する時があれば。で、この辺がオランダなんだよね。抜けないようにしておいてね。オランダの制圧ってのは進んでるからね。はい、後にどんどん独立していきますけど、それは20世紀でいいんで、はい。ここはフィリピンは、フィリピンは木村くん、1898年まではスペイン、はい、それ以後は八田さん、冷静戦争だねっていうところですね。この辺りをしっかり押さえておくといいです。ちなみに台湾は日清戦争の結果日本、はい。今何を触れたかったかというと、フランスによるベトナム方面の進軍が進んでいる。ここでもう一つ頭に入れてほしいのが、まあ、皆さん地図まで飛ばなくていいですけど、こいつを頭に入れます。ほい、あ、本当だ、はい。さあ、この矢印を見たときに、はい、絆は実際に、ね、矢印がくっついてるのが一番強いよね。ビルマ対ベトナム、琉球、朝鮮、とりわけ朝鮮やベトナムについては、はい、こうでしたよね。作法体制を築いている。この理解をするんだよ。作法体制を築いています。この理解は今から次にやる朝鮮の時にも絶対いるので押さえておいてください。はい、作法体制ということは、この2人の関係性というのは基本的に、まあ、主君でも君主でもいいですけれども、はい、君主と臣下の関係性に捉えているわけです、ね。だから、臣っていうのはこの、属国、特に今ベトナムの話ですけど、ベトナムについては自分たちがベトナムに対して、こうだよね、こいつを言葉入れ替えると、これ下に書いてもいいか、言葉入れ替えるとこれですよね。
総主権を持っていると考えてます。理解できてる？大丈夫ですか？ここ総主権を持っている、自分たちはベトナムというところに対する完全にね、従属下における権利を持ってると思ってるんだ。そういう国ね、中国っていうのは、うん、だって君主臣下、まあ、主君でも家臣でもいいんですけども、の関係性を築いてるから、ベトナムは完全に我々に従属しているっていう認識なの。で、そのような認識を持っていたベトナムに対して、フランスがベトナムと輸液条約を結び保護国化したんだわ。それは許せないよね。いや、ベトナムは俺たちの、完全に従属下に置いてるんですけど、俺たちは宗主国なんですけど、はい、シンはこれを認めません。でも認めなくてもあまり気にしません。あ、じゃあ戦争すった。はい、戦争します。それが新仏戦争。はい、ね、で、皆さんもお分かりのようにアヘン戦争以降勝つことはまずないですから、はい、これで新は相変わらず敗北です。ね、シンはフランスによるベトナム化の報告化を承認します。これが、フランスと、シンの間で結んだ1885年の、ナーショーさん、そう、天津条約多いんで気をつけてくださいね。はい、ね、アロー戦争の後の1回目も天津条約だったし、ここでもまた天津条約なんで気をつけてください。はい、で、決定づけるのは、ですから、あえてもう一回こっち戻るか、ピー、あ、戻りましたね。このように、新仏戦争において、ベトナムに対する宗主権はなくなり、まあ、琉球なんかはもうそもそもね、日本がこの後最終的にね、日清戦争で勝ちますから大丈夫なんですけれども、朝鮮だよね。まあ、朝鮮の時にまた話するけれども、朝鮮の独立、完全独立っていうのがこの鎖国体制を完全に、崩壊させることが分かりますよね。今からもう一回やるんですけれども、朝鮮を完全独立させますっていうのは、要するにこの従属下から逃して日本が保護国家しますっていうふうな意味合いなんだわ。そこを今からやるのでよろしくお願いします。帝国主義化と東アジアです。ここをしっかりやるんですよ。この辺本当にね、やっぱりね、ちょっと一癖あるというか頭使うんで頑張ってってくださいね。とりあえず朝鮮編終わったらちょっと一度、少し、休憩しますけど、はい、で次朝鮮です。ボン、ここで皆さんの歴史っていうのは日本と朝鮮半島の動きを見ていく必要があります。260です。一回ぶつかってたよね、朝鮮半島、日本行ったよね。記憶ありますか？え、さあ、いつだっけ？明の時やね。わ、蘭の名前、蘭の名前を覚えられますかね。人心っていう、いいですね、人心っていう笑いや。豊臣秀吉がうわーやっと、すごかったからね、人心っていう笑い。あとはまあ李春臣とかと並べて思い出しておけばいいんだけれども、復興するまでに50年かかったって言われてるから、秀吉はもう やりたいこと全部やった感じ、ね、焼け野原にしたからね、うん、まあ、かつまあまあそもそもあんま文明築き上げられてない、あんま文明っていうか、まあ、文化はあるんですけれども、そういう工業化とか全くない時代ですから、もうそういう時間がかかったわけです。で、日本はいよいよこの頃1875年です。はい、1875年っていうことはもう明治時代やで、ね、一つやろうや、御専門5か条の汚染もあって、明治政府スタートしてます。大丈夫ですか？この辺はもう日本史も大事になってきますからね。はい、ね、中学の頃一瞬頭を戻してね、よろしくお願いします。はい、で、列強が日本に進出もしてくる中、日本は近代化の道を選び、独立は保てた。そして同時に日本もまた列強のように帝国主義を採用し、海外に進出していく道を選びます。まず彼らの目に留まったのは一番近い、そうだね、そして歴史的にも襲ったことはある朝鮮半島です。朝鮮の開国です。まあ、まず喧嘩を売ります。必殺。1875年、日本の軍艦が朝鮮沿岸での演習中に朝鮮側から砲撃を受けて降戦した事件。はい、橋本君、
高架灯事件。そう、高架灯事件ですね。はい、こちらに高架灯があります。よろしく。はい、で、高架灯事件の翌年、はい、李氏朝鮮と日朝修好条約を締結。あんまりやんちゃなことしないでくれます朝鮮さんつって日本が喧嘩を売ります。まずとにかくイメージとして、19世紀の後半から20世紀の第二次世界大戦までは日本は割とダークな感じで見ておくといいです。はい、これから先さらに満州の進出の話もあるんで、もう満州まで行くとスーパーダークです。関東軍、関東軍出てきてやりたい放題という感じの歴史なんで悲しいですけど知っておくといいでしょう。はい、で、日朝修好条約で謳われるのが、要するに朝鮮の自主独立。これが先ほどからの流れで分かるように、ここに備忘録的に残しておきますが、こうですね。はい、つまりこういうことをしたいんだわ。秦っていうものが基本的に朝鮮を従属下に置いている。それはなぜなら作法体制が築き上げられているからだよね。作法体制が築き上げられているから秦は朝鮮を従属下に置いているよ。朝鮮の自主独立というのは秦が従属下に置いているこの状態から脱却させるんだよね。まあ自主独立してねってこういう意味ね。うん、清朝の従属下から離れてっつって、で自主独立してできたというか、まあ、自主独立する扱いとなったニュー朝鮮をもう分かるよね。ここに対して日本が入り込むんだわ。日本が入り込む、このようなことを考えてるってことが理解できるよね。大丈夫かな、ここまで。少し矢印上に。こういうイメージです。よろしいですか。朝鮮の自主独立ってこういうことね。作法体制により秦の要するに従属下に置かれている朝鮮を独立させることによって日本がそこに介入していくっていうお話です。けれども、開港した港ありますよね。大丈夫ですか。割と日本に近いところですよね。どの辺まで行ったっけ。木村君、プサンの開港です。まあ他、ウォンサンとインチョンも開港してますけど、まあプサンを覚えておいてください。はい、インチョンの鎖国体制は崩壊します。朝鮮は開国に向かっていきますが、当然にね、まあこれ新仏戦争の前の話なんですけれども、秦はいやいや俺たち宗主権持ってるしって簡単に認めません。したがって日本と秦の対立は開始します。はい、こんな感じ。あ、全然いいの、あ、でもいいです。はい、